プロ野球選手の握り方って同じね握り人っていなくて一人もここに必ず来ていたのはどの選手もそうです。前人未到の副将投手の金田さんも人差し指と中指の空間がねほぼなかったものでした。はい、皆さんこんにちは、キレアスチャンネルの上です。今日はですねボールの握り方についてね実験などもしますのでね最後まで動画を見ていただいて少しでもね投球送球の課題解決につながってつなげていただきたいなと思うんですけども、これ10年前ぐらいのデータになるんですけども、小学生が 72%、 高校生が 55% の割合で正しいボールの握り方を知らないって答えてるんですけども、少しでも良くするとやはり次のステップに進みやすくなるので、まずはね握り方しっかりこの機会で改めてね理解深めていただいて取り組んでもらえたらなと思います。まずはね基本にあるストレートの握り方の確認なんですけども、まあ硬球でも、軟球でもですね関係ないんですけども、まあ、ボールのこの縫い目に対してこの膨らみが外側になるように人差し指と中指をかけます。で人差し指と中指の間はボール一つ分ですねこう指が入るぐらいの空間を空けることがまあ一般的かなと思います。でこの人差し指と中指の中心ラインのところをそこに親指が間に入ってくる感じですね。まあ、これが正しい握り方でごく一般的に言われていることだと思うんですけども、皆さんはどうでしょうか。あとはですねこの空間ですね、ここも自分のちょうどいい空間のところを見つけて親指の位置を配置してほしいなと思います。でこの時に真ん中の位置からずらさないようにしてほしいっていうところがポイントになると思います。で正しい握り方があるんですけども、プロ野球選手の投手ですねの握り方ってどんな感じなのかなって以前調べたことがあるんですけども、同じね握りにとってみんないなくて一人も、分かりやすいのが藤川球児さんとか、まあ、スピードをすごく重視されている意識されている選手投手に多いと思うんですけども、この人差し指と中指の間がもうほぼ空間がないみたいな選手ですね。こうやることでリリースの時の力の入るところがまあ一点に集中してボールに力が加えやすいと言われていましたね。前人未到の副将投手の金田さんも雑誌でね見た時はやっぱりこの人差し指と中指の空間がねほぼなかったものでした。まあ要は人によって手の大きさとか全然違うので、まあ、いろんな握り方を試して手に合ったとか体のサイズに合った握り方を見つけて、まあ、できるだけ早いうちにマスターしてほしいなと思います。で一つねこの親指の位置ですね、親指の位置は必ず人差し指と中指の反対側にある中心のところですね、ここに必ず来ていたのはどの選手もそうでした。はい、だから親指の位置はかなり重要かなっていうところですね。簡単にできるので真似してやってほしいと思います。まずはねこういう位置で、ね、こう腕をこう振ってほしいんですけども、その時にちょっと注意するのはこういうふうに肘抜きでこういうふうにならないようにしてもらって、ここで空間こうやって、ここでいろんな握り方でねやってほしいんですよね。幅を変えてみたり親指の位置を変えてみたり、はい、どうだったでしょうか。ボールの握り方でね腕への負担っていうのが変わったのかなとは思うんですけども、特に親指の位置ですね、人差し指と中指の中心ラインの裏側に来るところから外してしまうとすごく違うかったと思います。で、まあ、このお腹で持つのと側面でこの部分に当てて持つのとではまたこれでもね手首の使ってしまいやすさっていうのは変わってきます。まあリストを必要以上に使うことで前腕部分ですね緊張しやすくなりますし、ボールを強く握りしすぎてしまうっていう不要な動作にもつながるので、リストするは絶対してほしくないですし、握り方でね腕の負担が変わってくることをこうやってね実験を実際指導している現場でもその重要性をね感じてもらうようにしています。手指の筋肉を知ることですね、手指、手首、肘関節、肩関節が連動しているということの理解がより深まります。肩肘の怪我予防、トレーニングのレベルアップにもすごく役立つ知識になるので、ぜひね筋肉の名称とか肩関節、肘関節に及ぼす影響なども、理解していただきたいなと思います。母趾内転筋は、手のひらと指の間をまたいでついている筋肉になります。これはボールを握る時にも必ず動かす筋肉になります。親指の位置がボールの中心より外側に外れている人や、親指のお腹で支える人はこの筋肉がすごく緊張しやすくなります。またリストスローで手首を無駄に使ったり肘に力みが入りやすくなり、
海内海外の動作も稼働させにくくなります。肩の力で無理をして肘を動かす動作が起こるため肩への負担も高めるということになってしまいます。はい、次は、尺足手根屈筋になります。この尺足手根屈筋は手関節の小屈とか尺屈の動きですね、これを大きく力強く動かしている筋肉になります。もし内転筋を使ってしっかりボールを握りたい状態になるとこの尺足手根屈筋がすごく動きやすくなります。投球動作への影響は手首をしっかり立ててボールを投げることが難しくなります。この尺足手根屈筋を酷使してしまうことによって野球肘でも特に多い肘の内側の痛みを発症しやすくなります。次は仙指屈筋になります。前腕部分から手首をまたぎ手のひらの側の指についています。この筋肉の末端部は手首をまたいで親指以外の4本の指についているんですけども、この筋肉によって指を曲げたり手首を手のひらに曲げたりすることができます。仙指屈筋の肘に近い部分を見てください。この肘の関節をまたぎ上腕の骨の末端についているんですけど、尺足手根屈筋と同じく仙指屈筋は手首、手指、肘の3つの関節運動に関わっている筋肉になります。ちょっと掲載している図で分かりにくいんですけども、仙指屈筋の上に尺足手根屈筋が乗っかっているイメージになります。最後に総指屈筋になります。前腕の手の甲側についているこの筋肉は末端部分は手をまたいで親指以外の4本についているということが特徴になります。手首を伸ばす時に働くんですけども、この筋肉も、肘の関節をまたいで上腕骨の末端についています。つまり、手指、手首、肘の関節連動に関わっている筋肉になるんですね。これは短い筋肉が働くだけでなく総指屈筋や仙指屈筋など長くて大きい筋肉も働いて手首や肘関節を固めてしまうということがあるからです。いかがだったでしょうか。少しの使い方が投げるボールにもすごく影響が出ますし、伝わり方にもすごく影響するということがより理解できたんじゃないかなと思いますね。ぜひこの機会にですね、もう一度改めてもらってですね、呼吸だけでもそういうのもちゃんと見てあげるとかしてあげるだけでも変わって、また向こうからね聞いてくるタイミングとかがあれば、今日つけたね知識なんかも伝えてもらえると伝わり方っていうのも変わってくると思うので、ぜひね少しでも活用していただいて投球送球の課題解決にねつなげていただきたいなと思います。では今日はありがとうございました。はい、このチャンネルではですね、多くの方の投球送球の課題解決につながる動画を配信していきますね。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。